府中家具は人の生活に欠かせない家具を作り続けてきました。そして何台も使えるものを。桐は他の木と比べて伸縮性が格段に大きく、内部の湿度温度を一定に保つ通気性、燃えにくい耐熱性や耐水性に優れています。毎日水を替え、2週間から3週間つけてアクを抜き、一枚一枚天然乾燥、幾度と工程を経て出来上がる一枚の桐板。この手間を惜しんでは何台も使えるものはできません。約100年、3代にわたって使用された総切りダンス。姿、形に思いがある家具。府中家具では思い出を残します。指先で確かめながら丹念に表面を削ります。気密性の良さが現れるタンスの動きと職人の精密な仕事。府中家具が誇る名匠の技術で桐タンスに再び命が吹き込まれます。桐の木目の美しさを引き立てる工程。欠落したり剥がれた箇所を補修。金具や家紋を新しくし洗い直しが終わります。汚れや傷がついても新しく再生。大切な衣類を守るのは生きた桐ならではです。代々受け継がれる一つのもの。府中家具の作品に触れてみてください。